アックスシュテットは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、オスターホルツ軍のダムトゲマインでハムベルゲンに属す、町村で同軍最北部に位置する。アックスシュテットは、面積約11平方キロメートルのダムトゲマインで、ハムベルゲン内で最も狭い町である。アックスシュテットは、ブレーメンの北約35キロメートル、ブレーマーハーフェンの南約30キロメートルの北。 ドイツ定地に位置している。地形は、表記のエンドモレーン域にあたるベザーミュンダー、ゲーストによって形成されている。町内を、ルネ川の支流である小川のビラーベック川が流れている。アックスシュテットは、南は、ルッパーシュテット、東は、ホルステト境を接している。二つの町は共にザムトゲマインでハムベルゲンに属している。北は、 クックスハーフェン軍のベーバーシュテッドに属すボーケル地区である。西には同じくクックスハーフェン軍のハーゲン、イムブレーミシェンが位置する。アックスシュテットの巨石墓アックスシュテット巨石遺跡は集落の北西に位置する。町の歴史は地名に関する二つの解釈の余地を与えている。一つは、この町が、その重要人物にちなんでアケと呼ばれていたというものである。 この人物は、現在のシュミーで近くのビラーベック川沿いに住んでいた。この集落ははじめイクスストテと呼ばれており、これからアクスステッドという地名に発展したとされる。もう一つの説は、ココードイツ語からの推測による。ココードイツ語で A、A、AHA、AK は水を意味する。この解釈によればアクスステッドは、水沿いの場所を意味している。資料には、 様々なスペルで地名が記されている。1105年の最初記録にはエイケンステディ、1110年にはエイケンステッド、1418年以後にはアクススティードという表記がなされている。16世紀にはアックシュテッドに8つの農場があった。1718年には24個、1791年には37個が記録されている。アクシュテッド域は、 昔から森は豊かであった。ここでしばしば狼が見られたことは不思議なことではない。アックスシュテットでの最後の狼狩りは1675年に行われた。1862年にブレーメンとゲーステミュンデトをつなぐ鉄道が建設され、町は土地売却によって多額の資金を得た。そしてアックスシュテットは世界とつながった。 しかしよそ者に対する不安から、墓地の近くに駅を建設することは拒絶され、駅は村外れに作られた。リュッパーシュテッド弾薬基地、第二次世界大戦直前に弾薬基地が建設されたことによってこの街は国家社会主義の不名誉な歴史を広く知られることとなった。1939年秋から1940年半ばまで国家労働法師団と、 国防軍の七つの兵舎がアックシュテットと隣町のリュッパーシュテットに存在していた。弾薬倉庫としての利用は1941年8月からであった。弾薬保管のための60棟の延平号が建設された。製造されていたのは機雷と公社砲弾であった。監視は任務を義務付けられたドイツ人女性や信奉者たちに委ねられていた。労働は 基本的に約1600人の強制労働者が行わなければならなかった。それは東欧からの出稼ぎ労働者、戦争捕虜、ハンガリーから移送された500人のユダヤ人、女性であった。彼女たちは1944年8月21日にアウシュビッツ強制収容所から移送され、ノイ・エンガンメ強制収容所の文書となったルッパーシュテットビロへの収容施設に収容された。 この収容施設は1945年4月20日に撤収された。収容されていた女性たちは列車で運び出されたが、その列車には弾薬を積んだ車両も多く接続されていた。1945年5月3日、オイティーンとプレーンの近くでこの列車はイギリス軍の飛行機による爆撃を受けた。一部の女性はこのチャンスに逃亡した。 500人の女性のうち戦争を生き延びたのは約380人だけであった。ムナの製造工場と遠平号は終戦時に国防軍によって爆破された。戦後、もともと民間の土地であった広大な辞書にドイツ連邦軍は1956年に総面積520ヘクタールの弾薬庫を建設し、アックスシュテットに連邦軍部隊を駐屯させた。人口は 急激に増大した。両施設における職場は大きく減少していったものの、それでもムナはアックスシュテットとその周辺地域にとって経済的にかなり重要な意味を常に持っていた。軍の縮小に伴い、駐屯する兵士の数は減少していき、2009年にこの弾薬庫は完全に閉鎖された。1929年8月1日にボールとェンが アックスシテットに合併した。ニーダーザクセン州の地域再編に伴い、アックスシテットは1974年3月1日に、ハムベルゲン、ホルステ、ルッパーシテット及び、ホラーゾーデと共にザムトゲマインでハムベルゲンを形成した。それ以前、アックスシテットは、ベーザーメンデン軍に属しており、オスターホルツ軍と、軍堺を接する町であった。アックスシテットは、 福音主義聖夜交尾協会、ブラムシュテット及びオスターイコールシャルムベックのカトリック、聖家族協会に属している。アックスシュテットの長議会は10人の議員で構成される。これは人口10001人から2000人のザムトゲマインで構成自治体の議員定数である。長議会議員は5年ごとの選挙で選出される。長議会では上記の議員の他に、 町長も投票権を有している。2011年からウードメスターが町長を務めている。2000年以後の歴代町長を以下に列記する。アックスシュテットの紋章は紋章研究家で紋章画家のグスタフ・フェルカーがデザインした。彼はクックスハーフェン軍で25の紋章をデザインしている。ズガラ、緑地。銀の波体の上に2本の銀の鹿の角に挟まれて、 金色の多くの葉が一枚描かれている。解説、銀の名みは、1105年に小川ビラーベック川の、ほとりの集落がエイケンステリとして、初めて文献に記録されたことを示している。鹿の角の間の多くの葉は、中世の昔からすでにアックスシュテットの森が、国有林の先駆けとしてあったことを意味している。アックスシュテットのビラーベック基礎家庭学校では、 1> 第1学年から第4学年の児童が学んでいる。アックスシュテット幼稚園は、基礎家庭学校や、体育館のすぐ隣にあり、アックスシュテット、ホルステ、ルッパーシュテットの子供たちが入園できる。アックスシュテットのボールと平ン地区にある、ルッパーシュテット駅を介して、ブレーメン・ブレーマーハーフェン線に接続している。アウトバーン A27 号線は1 7トルの距離にあり、 修道 L134 号線を使ってアクセスできる。群長所在地、オスターイコールシャルムベックや上級中心都市ブレーメントを結ぶ主要交通路が1 1トル離れた連邦道 B74 号ブレーメン下で線である。ありがとうございます。